こんにちは、かおりです。さっきね、私のパソコンがね、あなたのパソコンはトロイの木馬のウイルス感染しましたっていうね、表示っていうかね、まあ、けたたましい音が2回くらいして、でね、これね、詐欺なんですよ。私のパソコンは、無事です。でね、その表示が出るとね、パソコンがね、動かなくなっちゃうんだよね。どこを押してもね。で、右下に、マイクロソフトに電話してくださいとかね、出ますがね、それはね、詐欺です。で、それに引っかかって電話すると、なんかね、ソフトをね、インストールさせるんだよね。で、そこで、パソコンの内部を遠隔操作されちゃうのね。で、ほら、こんなに感染してます。で、これを除去してほしければ3万円ですとか5万円ですとか言って、Amazon カードとかでね、払わすんだよね。で、あ、すいません、今、入金できませんでしたので、もう一回払ってくださいとか言って、追加で払わせたりとかね、あとはサポート契約にね、結びつけていくわけです。はい。で、これ解決策はね、電源ボタン長押しすればシャットダウンできます。で、再起動すると何事もなくパソコンは動き、ウイルス感染してませんので、はい、お気をつけくださいというね、話からのね、もうニュースがね、次々ね、出てくるんだよね。ちょっと気になるのね、拾ってたのですが、この自民党議員がね、裏金もらってた人ね、特にね、高額受け取ってた人いるでしょ？ほら、スピード選手のね、スピードスケートの選手、二人ね、そういう人たちがね、身内からももうね、非難轟々っていう話で、その一人が、この堀井学君って、このズラ、あ、ズラとか言っちゃいけないのかな？はい。この人はね、この人、北海道の人なんだよね。で、結構高額もらってたよね。え、2000万？なんか金額増えてない？で、還流とか書いてあるのは、これ、キックバックでしょ。で、キックバックは、これは政治資金収支報告書に記載してない金額だよね。で、雑所得がありました、納税してませんよねっていうね。はい、脱税議員じゃん、この人。なんかルイ・ヴィトンかなんかのネクタイしてますがね。なんかこれ合わなくない？青いスーツにこの茶色のルイ・ヴィトンのネクタイ。なんかまあ、それはいいか。で、この人がね、党員からだよ。だから、身内からね、候補者を変えるべき、と不満の声がね、出ているんだって。で、追加説明をね、する場面があったのですが、それはね、やらないってね、なんか欠席しちゃったんだよね、定期大会をね。で、ますます顰蹙を買って、もうやめなさいとね、身内から言われてる。まあ、こういうのいいよね。身内でね、粛清 してくれたらいいよね。この、それぞれのさ、地方のね、北海道なら北海道、東北の人はあんまりいないよね。やっぱ関西とか西日本に多くない？どうかな？あんまりね、東北の、まあ、変な人はいたよね。岩手から変な人は出てきたけれども、裏金議員のね、東北勢あんまり聞いてないような気がする。まあ、それは置いといて、次ね、この人ね、この若林しおり、志保さんね、この人ちょっと気の毒じゃない？性被害を告白したら、なんか心ないコメントとかさ、誹謗中傷とか受けちゃってんだよね。元女優の若林志保さんだから、松本人志の被害者みたいな立場だよね。で、こう勇気を持って、カミングアウトすると、この執拗な誹謗中傷をね、受けているというね。で、過去に性被害を受けたことや、芸能界での悲しい体験について告白し、誹謗中傷をね、受けている。
で、私がここで話していることを悪く受け取るのは、自分にやましいことがあるからじゃないですかっていうのは、この誹謗中傷する人がね、やましいことがあるからではないですかとね、世の中をよく変えていきたいと思っているんだよね、あの若林さんはね。で、私はいろいろと見てきたりやられたりしてきました。世の中にはこんな残酷なことが実際にあるんですよと、伝えてるだけです。で、このトンチンカンな文句や、汚い言葉で罵られるとは考えもしなかったんでね。でね、この方はね、あの限られた環境の中で生活をしてますので、限られたお話しかできないっていうのはね、多分今あのこれあの PTSD とかね、あとはあの脊柱管狭窄症を患っているから、多分この発信するのもね、大変な状況じゃないかと思うんだよね。で、その状況の中で勇気を出して、この性被害はね、これはね、私は分かってます。この人は松本人志じゃなくてね、あの鹿児島出身のミュージシャンの N N さんはね、なんか引退するとか最近言ってるんだよね。で、この若林さんはね、ちょっと意味深なことを言ってて、皆様が知る時が来ます。あのまだ話してないことがあるので、これをね、なんだっけ、あの隠しているわけではないけど、皆様が知る時が来ると思いますってことは、お話をね、また別のことっていうか、まあ、これ関連してることだろうね、きっとね、あのそれをお話をされるというね。はい、若林さん、めげないでくださいね、頑張ってください。でね、トランプさんがさ、これ勝利宣言ってね、あのなんだよ、スーパーチューズデーかな、そこで結構なんかあちこちでなんか勝利、複数の州での勝利したっていうのはね、これスーパーチューズデーってね、なんだっけ、これは共和党候補者選びの山番なんだね。で、トランプさんがこれね、大統領選はね、今年のね11月ね5日って、もうこれ日にちはもう出てきましたね。トランプさんが勝利するとね、これ世界図式が相当変わってくるよね。で、今さ、トランプさんが言ってるのがさ、私が大統領になったら、あのウクライナ戦争をなんだっけ、1週間かなんかですごい短期間で停戦できるっていうか、やめさせることができるって言ってるよね。で、それ案外ありかもしれないなって気がしていて、で、そうするとね、いろいろなんだろう、オセロが入れ替わるみたいに、なんか変わっていくよね。もちろん日本もいろいろ変えていかなくちゃいけないっていうか、変わらざるを得ないことが出てきてね、今年の11月は日本では誰が首相をやってるかね、楽しみだよね。で、またさ、変な風にあのトランプさんにこう尻尾振るのだけはやめてほしいよね。トランプさんもビジネスマンだからさ、あのこっちが弱みを見せるとまた武器とかこう売りたくなっちゃうよね。トランプさんもね、悪い人ではないのかもしれませんがね。はい。でね、あ、このね、統一したい教会がね、これちょっとね、どういうことなのかなと思ってね、読んでるんですが、指定宗教法人ね、これを了承しましたと。で、今この統一はさ、あの解散命令を申請してるとこだよね。で、それがなくなってこの指定宗教法人になったのかなと思いきや、あのそういうことではね、ないらしいっていうね。で、これはね、指定宗教法人になったから、あの、なんだろう、これ大したことなさそうっていうかね、これになったから何なんだみたいなね、感じがするんだよね。で、このね、これに指定されるとね、その不動産を処分するときには、1ヶ月前までに、所管の都道府県にね、通知する
で、これそんな厳しいって感じするんだよね。あとはね、財産目録の提出義務が、今までは1年に1年ごとだったのが、3ヶ月ごとになっただけなんかそれだけみたいなね。で、この特別指定宗教法人だと、もうちょっと規制が強くなるっていうのね。でね、で、これだから、統一はこう、了承したみたいでね、これがなんだっていう感じがするんだよね。で、この財産の散逸や隠蔽などの恐れがある場合は、この特別指定宗教法人じゃないといけないんだよね。でもそれには該当しないって言ってんだよ、文科省がね。で、なんかこの緩い感じの規制の、このね、指定宗教法人だったらいいみたいなさ。で、これでなんかさ、統一との間で手打ちを始めたっていう意味なのかね。統一さんの方でもこれを了承していただいたので、解散命令のがさ、どうなっちゃうのかね。解散命令しないとかなっちゃうのかね。で、解散命令の審理は、ね、今審問が開かれているところで、これから決まるって感じなんだよね。これでもこの調子だと解散命令なさそうじゃないね、そんな感じするよね。だって特別指定宗教法人ね。これ言いにくい。これには当たらないって言ってるわけでしょ、文科省もね。なんだかなーっていうね。またなんかさ、これは、ねえ、存続していくのかね、統一教会ってね。そんな予感がしますね。でね、またね、茂木くんね、ちょっとピンチなんだよね。職場放棄をしている人と見られちゃってる、周りからね。で、成人式の時も、これ放置プレイ、職場放棄の茂木くんはね、更迭論まで出てきちゃったんだよね。茂木くん飲み歩いてる場合じゃないよね。でね、この職場放棄のね、この際立ってるのがこの成人式ね。やるやらないで、わーわー言ってたでしょ、この15年ぶりのね。で、本来だったら、この調整ね、成人式をどういう形でやるかとか、公開にしましょうとか、あなた出なさいとかっていう、その調整役をしなければいけないはずの茂木くんが、何にもやらなかったので、岸田くんが呼ばれもしないのに、じゃあ俺が出て後に続けみたいなさ、そういう感じになっちゃったんだよね。指導力を発揮して叱るべき、ナンバー2ね、自民党の中で、総裁に次ぐナンバー2という立場でありながらね、ブータれてる。この人ブータれてんだよね、要はね。で、岸田くんとも仲悪かったんだよね。そういう岸田くんとね、仲悪くなっちゃったのは、この去年のさ、9月に内閣改造やってよね。で、パッとしない人事になったけれど、その時に岸田くんは、茂木くんはもう幹事長から外そうとしたんだよね。で、誰にしようとしたって言ってたかな、幹事長ね。で、そこに待ったをかけたのが、麻生太郎なんだよね。で、岸田くんは、この時はほら、まだ三人体制みたいので、やってて、っていうかさ、岸田くんはこの時点で、ちょっとずつこの三人体制ね、ペリストロイカとか三党政治とかさ、そういう関係、岸田、茂木、麻生太郎の関係を断ちたいと思ってたんだろうね。で、去年の9月は、まずは茂木君は幹事長から外そうとしたけれど、ここの時は麻生の反対で失敗しちゃいました。で、今回、派閥解消を言い出して、茂木か外しに成功したところだよね、今ね。で、茂木君的にはこの9月のね、
時には俺を外そうとしたなというので、怒っちゃったんだよね。怒ってたんだよね、モテキクがね。で、そこに来て、また派閥解消とかあの野郎言い出してって、俺の派閥がボロボロになっちゃったなんてことで、もうプーンっていうかさ、もう何も、岸田のお手伝いなんか、しないもんみたいに、なっちゃって、この政倫審での調整もサボっちゃったっていうね。なんかさ、これあれだよね、子供みたいなさ、あの支援で動いちゃってるよね。だからさ、本来この総理総裁を補佐する役目の茂木くんが、総理の政敵となっているこれで やめなよっていうね。で、茂木くんのね、変説をね、このジャーナリストの青山さんっていう人はね、こう語ってますっていうね、こう面白いこと言ってんだよね、茂木くんがね。ここね、茂木くんは昨年秋の時点では、幹事長である私が総裁選に出るとなれば、令和の明智光秀になってしまう。これはね、これちょっと笑っちゃったんだけど、令和の明智光秀ってさ、なんかこう自分の将来を言い当ててるっていうか、でも明智光秀は一応あれでしょ、三日天下は取れたわけでしょ。でも茂木君はこの調子だとさ、三日天下もないよね。で、ね、去年の夏は消極的な姿勢をアピールね、アピールしてただけで、本当は次は俺だって思ってたんだろうね、去年の秋もね。ですが今では、岸田総理は信頼できない、ね、信頼できないんじゃなくて、岸田なんか大嫌いだって思ってるんだよね。で、さらに、次の総裁選には、何があっても出る、まだこんなことを言ってるんだ、茂木くんは。現実が見えてないね。で、麻生さんも了承してくれているとまで語るようになっていますって。これ茂木くん今こんなこと言ってんの。で、麻生さんはもう上川くんを推してるでしょ。茂木もダメだって思ってんじゃないの。なんかちょっとさ、茂木くんはまだ麻生くんにさ、応援されてると思ってるのが、なんかちょっと哀れな感じもしちゃうよね。で、官邸内で浮上する更迭論ね、茂木くん更迭論まで出てきちゃって、で、だから岸田くんももう激怒なんだよね。この茂木仕事しろよって思うよね。岸田くんの茂木くんに対する怒りも頂点に達していて、で、総理は人事権あるからさ、更迭やろうと思えばできるよね。じゃあ茂木くんの更迭はいつでしょうってね、もう更迭ありきで話しちゃってますが、ね、安倍派幹部の党内処分もね、これからあのビシバシやってほしいよね。で、茂木くんが障壁になる恐れがあると見られている。え、そうなの、茂木くんは安倍派幹部いない方がいいんじゃないの、茂木くん的にもね。あ、でも岸田くんへの嫌がらせで反対するかもしれないね。売りは嫌だとかね、岸田に花を持たせてなるものかみたいなそういう邪魔をしてくる可能性あるよね。そうすると3月末の予算成立後か、または4月末の補選の結果を受けた交代がセオリー。補選の結果を受けた交代って、あの補選の結果では、あの岸田君もね、総理の立場も危うくなるかもしれないよね。あ、でも幹事長の責任ってことにできるよね。そうだよね、茂木君はあのドリル君と一緒にあの選挙対策もやってるからね。あ、なるほどね。だから補選で自民がボロ負けしたら、茂木君責任取ってもらうよってことでの更迭ってこともあり得るね。これがなんかありそうだよね、補選の後ね。でも、より早期の交代説、いつなんだろう、3月中とか、3月の予算成立前に、茂木くんがこう いなくなっちゃったとか、どうするんだろう、茂木くんはただの人になって、あの、ガースみたいになるのかな。
ねえねえ、赤ベンツ不倫を週刊新潮に報じられるなど、あ、そうだ、これもね、茂木くんにとってね、この広瀬めぐみくん問題っていうのがね、ちょっと手痛いんだよね、茂木くんは。っていうのは、この広瀬くんの、あの選挙を一生懸命応援してたのが茂木くんなんだよね。何度もなんか岩手行ってんで応援してんだよね。ねえ、茂木くん、受難だね、あの、杉田美穂、美穂先生ね、杉田美穂さんはあの先生と呼びます私はね。ね、杉田美穂先生も、大変だけど、茂木くんもね、なかなか苦戦してるね。で、人災に見舞われ続ける岸田総理ね、なんか自爆してるよね、自民党ってね。広瀬くん問題、あとは仕事しない、茂木くん問題で、生き残りをかけて画策する禁断の一手。この生き残りは、まあ、岸田くんの生き残りだよね。なんかさ、この週刊新潮最近頑張ってないね、面白い記事あるよね、週刊新潮ね。はい、でね、あとね、この二階くんね、これ寝てるでしょ。ね、甘利くんと、甘利くんってさ、この左だよね。これ自分の席座ってる？まあまあいいか、それはね。このね、二階さんってさ、もうほんとヨボヨボ歩いててね、この間ね、テレビのニュース見てたらね、誰かのね、腕にね、捕まって歩いてた。だから一人で歩けないんだよね。あ、待って、これまたさ、これね、さっきこの日刊現代の記事を見てたら、あなたのパソコンがって寝てて大丈夫かな？ちょっと怖いな。ここでビーピーってなってほしくない。はい、これ大丈夫ね。この一人牛歩っていうのはね、この、なんだっけな、ここでね、面白いことが書いてあったんだよね。記名投票の時にね、登壇しようとした時に、足取りが、超スローペースで、一人牛歩をね、していたのが、この二階くんっていうね。で、図らずも、時間稼ぎをして、立憲民主党を助けてしまったっていうのが、面白い。で、この記事の最後がさ、結構なんかズバリね、それほど弱っているのなら、潔く正解を退けばいいとか言われちゃっててね。で、二階さんのさ、この、なんだろうね、衰退っていうか、この歩き方がね、もう本当に高齢者そのものになってんだよね。一人で歩けないでしょ。多分ね、何かに捕まって歩きたいから、誰かにね、手をね、腕をね、掴んで歩いてる姿見て、あらーっと思ったんだよね。もうちょっと体調的に無理だよね。あとは、ほら、スケジュール忘れちゃったりしてるでしょ。ね、これは、議員として残ってちゃいけないよね。あ、よかった。ビービーってならなかった。はい。とね、さっきね、統一の問題が出ましたがね、こんなのが出てきちゃってね、森山くんがさ、統一に選挙応援受けてて問題になってたでしょ。で、その時の推薦確認書に署名したうんぬんっていう問題あったよね。でね、さっき X 見てたらね、その推薦確認書っていうのが、のをね、出してる人がいたのね。で、これ森山くんが、サインしてんだよね。これ自分でサインしてよね。でもね、びっくりしたのがね、この推薦確認書のね、内容、だからこれ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 に、これはだから世界平和連合、平和大使協議会、まあ、つまりこれ統一教会だよね。の、まあ、関連団体か何かね。それに、それらの趣旨にね、右の趣旨に、賛同しますっていうさ、この署名なんだよね。で、ここに何が書いてあるかね、ちょっとびっくりしたのはね、憲法を改正し、安全保障体制を強化する。だからつまり、
会見に賛成してくださいねってね入ってんだよね。ついに、ね、家庭教育支援法および青少年健全育成基本法の国会での制定に取り組んでね。これってね、ほら統一って結構家庭問題に介入してくるっていうかね、家庭教育支援法とかね、これねあれじゃない、また教育勅語を復活してくださいとかさ、そういう中身のことじゃないからね。あとは LGBT 問題とか同性婚合法化に関してはちょっと慎重に考えてね、はい、次アジアと日本の平和と、アジアと日本の平和と繁栄を目指す日韓トンネルの実現を推進してねこれちょっとびっくりだね。これ日韓トンネルってね、無理なんだよね。技術的にねこれはできないってもう分かってるけれども、まだこれやるってことにしてんのは、日韓トンネルをね、10センチ掘るにはあなたの献金がいくら必要ですっていう、そのキャンペーンにすごく都合がいいから、まあ、献金だよね、日韓トンネル献金を受けやすいから、まだこれは実現可能っていうことを統一様は言ってますね。でそれにあなたも賛同してくださいね、はい、次国内外の共産主義勢力、文化共産主義勢力の構成を阻止してくださいね、つまり、反共の砦になってくださいね、はい、これら5つのことに同意していただければ、はい、私は森山先生の選挙を応援するってこれに署名しちゃったの、森山さん。まずいね。で、この中身ってさ、これ、日本会議の主張そのものじゃない。で、日本会議とか、神道政治連盟とか、勝共連合。まあ、勝共連合はさ、統一の政治団体だから、まあ、それが被ってても不思議はないのですが、ねえ、まあでも、自民党のさ議員ってさ日本会議に入ってる人が多いから、まあ、この思想はね皆さん重々普段分かってはいると思うのですが、改めてこの推薦確認書ね、つまり選挙応援を受けるんだったら、ね、議員になった暁、当選した暁にはこの我々の要望を実現してくださいねっていうね、ちょっとこの推薦確認書の中身は凄まじいなと思ってびっくりしてみましたという件でした。はい、今日はねこんな感じで結構長く話してる。あ、28分ね。はい、またやります。ではまた、バイバーイ。